はいえーどうもトミでです、えー、とですとね今日はですね、えー、今、えー、<laughs> まあ野球のね、あのー、動画をね、結構多数出してる身としてですね、日本シリーズは無視できないということでですね、今更ながら日本シリーズに。 を顔出したいいと思いますもうね、あの、第5戦でね、11月の1日木曜日ということでね、えー、ソフトバンクがね、大手かけてる状態になってしまいました。えー、事前にね、日本シリーズの、えー、勝敗予想っていうのをやっていこうと思ったんですけど、えー、もう今更ね、予想してもほぼソフトバンクだろって言われちゃうんで、ほぼね、何とも言えないです。 えー、ただね、まあ、皆さんね、これ、この動画出してるのが11月1日なんで、じゃあ、どっちが勝つのって言われたときに、もうソフトバンクだろうって言うんだろうみたいな、あのー、話を、話になっちゃうと思うんですけど、えーと、僕ね、事前にね、実はね、ソフトバンクとカープ、どういう結果になるかっていうのを予想してまして、で、僕はね、ソフトバンクが勝つというふうに予想してました。 あのー、正直言った話、今更もう勝ってる状態でそれ言うなよって話だけどね、あと1勝すれば日本一かな、もう、はい。でね、まあ、そのソフトバンクがね、やっぱ強いのはなぜかっていうと、総合力ですよ、えー。カープはね、確かに強い、カープは強いけども、やっぱりその控え選手とか、総合力の面では、やっぱりソフトバンクに劣る面が、えー、ある。 そしてソフトバンクは、えー、下克上してここまでやってきたので西部にね。えー、まあソフトバンクの方が強い。っていうのはもうこれね、僕が言わなくても多分,多分多くの皆さん分かってる話です。ただね、ソフトバンクが勝つと思ってたんですけど、まああの、希望としてね、希望としてどっちに勝って欲しかったのっていうと、えー、広島カープに勝って欲しかったです。欲しかったっていうかもう過去形みたいになっちゃってるけどね。 まだここから広島が、えー、逆にね、3連続勝利して逆転日本一っていうこともあるから、えー、全然わかんないですよ。わかんないけど、でも、もうこの現時点ではソフトバンクほぼほぼ確定という。まあやっぱりね、その、投手とかもそうだけど、野手もそうだね。まあ、ソフトバンクの方が圧倒的に。 うん、戦力が強いあるのかな。だからやっぱカープが勝ってほしかったと思うのはやっぱり僕、あのー、セ・リーグのジャイアンツのファンなんだけども、えー、やっぱり、えーまあ、パ・リーグも嫌いではないですけどやっぱり、えー、セ・リーグを見てる身としてやっぱセ・リーグの代表であるカープに勝ってほしかったっていうのが言ってあって、まあ、レギュラーシーズンねあー、まあ、今年応援してたジャイアンツはですね、まあ、3位という、えー、厳しい結果になりましたけども まあそのカープはね、その1点差ゲーム、接戦での強さ、えー、また逆転の広島って言われるぐらい、えー、最終回にポポンと点数を取ってくるっていうところがあって、まあその広島の粘り強さっていうところに、ね、期待していきたかったところではありますけども、まあ、なかなかね、そのパ・リーグのレベルの高い、えー、野球の中ではね、えー、やっぱりセ・リーグのチームはかすんでしまうのかなっていうのが、まあ、 結論というか結果なのかなとは思います。た、はい、だやっぱりね、今年ね、荒、あのー、井貴弘選手がですね、まあ、広島カープから引退をまあ決意しまして、えもう今年が荒井兄さんこと荒井貴弘選手の最後。 とということでですね最後の最後にね、広島何年ぶりかちょっとあのー、忘れましたけども、日本一っていうことでね、えー、優秀な美を飾ってほしかったっていうのがある。まあ、欲しかったって過去形になってますけど、まあ分かんないですからね。はい。まあぜひね、あ残りね、何試合かありますけどもね、まあこの動画が上がるのが多分11月の5日ぐらいでもうすでに結果が出てる頃だと思いますけども、 うんまあ、その頃にに、ね、カープが日本一になってればいいなとは思いますけど、多分ソフトバンクなのかなっていうようには思います。はい。まあ、何言ってんだろうな。まあ、随分ね、レギュラーシーズンも、ね、広島に苦しめられたジャイアンツとしてはね。うんまあ、ギリギリで、ね、ジャイアンツも,もうこの終盤でん、ね、とかクライマックスシリーズに滑、ね、り込んで。 えー、2位に上がってしまったヤクルトを撃破して、えー、クライマックスのねファイナルでね広島カープでやらせてもらいましたけども、あまあ4連敗ということで、ですね4連敗、3連敗か、あの、まあのま一勝はアドバンテージがついてるので、まあ実質3連敗ということで、ですねまあエースの菅野の出番なくっていう形で、でまあ監督も交代しましたしね、えー、ジャイアンツに関してはね。 でね、このオフもね、まああのー、何人か、えー、戦力がになる選手もいて、中には、えー、あの人、な、え、ん、ー、でこの人なのっていう選手もいたりとかね。まあね、このオフね、あのー、ソフトバンクはまだしも、広島カープもね、あのー、戦力ダウンっていうことが考えられる可能性もなくもないと。えー、というのもね、広島カープの、ね、松山と、えー、松山選手とね、あのー、 丸選手がね、フリーエージェント権を持ってて、まあ、どうなるか分からないですけど、まあ、出番的にはね、松山選手がちょっとやっぱ、えー、レギュラーでね、全試合出るってなってくると、広島カープでは外野の層が厚いんで厳しいんでっていうことで、まあ、フリーエージェントで出る可能性もあるし、また丸選手もね、 あのキャリアハイの、ね、成績残しておいて、じゃあ今現在年俸いくらもらってるのって2億ちょっとぐらいっていう話でしょえ。そうするとね、やっぱ他球団だったら4、5億、えー、なおかつ丸選手に関してはねあの、関東球団に行くんじゃないかなっていう噂もあります。ちゅうのもねあの、前年度に1年契約って確か取ってたし、えー、なおね、あのまあ、関東の方に。 お家を買って、えー、まあ、嫁と子供と暮らしててで、子供の方もね、今度小学校上がるっていうことでね、やっぱ関東の方にこの機会に行くっていうのもあるのかなっていうのも見られてます。まあ、お金もかかるしね、まあその広島カープでね、このままじゃあ5億出すかっていうと、なかなかっていう感じなので、やっぱり関東球団、 チバ、えー、ロッテとかね、ジャイアンツとかわからないですけど、まあ、そっちの方に丸選手が行く可能性も出てきて、カーパー戦力ダウンが否めない。ただまあ若手もたくさん出てきてるので、じゃあ丸選手が必ず残留してほしいかっていうと、クエスチョンマークですよね。もう丸選手も年齢的にね、えー、29かなっていうふうになるので、あのまあ、 まあもうそろそろまああのいい頃合いというか、あ,あと5年、6年ぐらいでやっぱりあの衰えが見えてくるのかなっていうころになってしまうのでま、あま,あまだ早いけどね、まだ早いけど若手育成するっていうところでは丸選手に今出てもらってもカープとしてはいいのかなと。話は戻りますけど、この日本シリーズはまあソフトバンクカープ、明日からまあ,あ、 明日今日かなまあま,まあ、この3勝でソフトバンク勝ってる状態で松田に行くので、で、松田での、やっぱり松田のね、あの圧倒的なね、カープファンがこう取り囲んでる雰囲気っていうのに、まあ、ソフトバンクが飲まれてね、逆転日本一っていうことにならなければですね、まあソフトバンクがこのまま行けば日本一なんじゃないかなと。ただね、松田でのカープの強さっていうのはあんぱないのでソフトバンクが飲まれて逆転日本一ということもあり得るので、 それはちょっとわかんないなっていう話です。はい。ということで今日はねカープと、えー、ソフトバンクの話をさせてもらいました。えー、プレーキューファンの皆さんぜひねあのこの動画が良かったと思った高評価。えー えー、自分はこう思うよとかこうだったよとかカープファン、えー、ソフトバンクファン、プロ野球ファンの皆さんコメントお願いします。えー、またね、あのー、このチャンネル、えー、チャンネル登録をまだしていないっていう方はですね、えー、この動画の下にチャンネル登録ボタンっていうのがあるので、えー、そちらの方のチャンネル登録ボタンをぜひ押してください。えー、これね、チャンネル登録者の切りバンジにですね、あのーまあ、ギフト券とか、 えー、まあその他もろもろプレゼント企画もやっているのでぜひねチャンネル登録するだけでもお得なのでぜひチャンネル登録してくださいということでねあの皆さんありがとうございましたトミーでした